パンドラ様、オルフェ、参上いたしました。おお、オルフェ、待ちかねたぞ。今日はお前のことをハーデス様にお聞かせする日であったからの。はい。してハーデス様は間もなくお見えになるであろう。そこに控えていよ。待て、その荷物は何か。その箱には何が入っている。は、その中身はハーデス様に直接お見せいたしたく。ならん。ハーデス様にはいかなるものも全てこのパンドラが取り継ぐことになっておる。は、何をグズグズしている。一体何を企んでおるのだ。早く開けよ。どうした、グズグズするな。これは第二プリズンの外れはこの冥界でも唯一花の咲き乱れるところです。ハーデス様に感謝の意を表すため。疑りすぎたか。オルフェ、用意ができたらことを始めてくれ。はい。冥界三巨頭、まずい。三巨頭までが列席するとは。それに聖夜とシュンも気にかかパンドラ様、我ら三名を緊急にお召しになるとは。何か急変でも。何でもない。ただオルフェのことをお前たちにも聞かせてやろうと思うての。お待ちください。アテナとそのセイントが冥界に侵入したというこの非常時にことを聞くなど。黙れ、ラダマンティス。ハーデス様はまだ何もご存じないのだぞ。些細なことでご心労をおかけ申すも恐れ多い。一切何事もなきかのように振る舞うのだ。お前たちは黙ってことの音を聞いていればよい。は、いつの間にか、ハーデスがカーテンの向こうの玉座に座っている。よし、今だ。デストリップセレナーデ。神々はおしゃべりをやめた。星天地万物、すべてのものが眠りにつく。今、彼らはデストリップセレナーデによって眠りについた。精神は異次元へ遊飛している。たとえ10日後に目覚めたとしても、自分たちが眠っていたこともわからず、ただずっとことを聞いていたとしか思えぬだろう。まさにこの一瞬がハーデスを倒すチャンス。ハーデス、覚悟。何？悪いが、俺はことを聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。セレナーデなど聞かん。やはりセイントの立場は捨てていなかったか。さあ、とどめだ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。セイント祈願、ここは任せて。愛を知りなさい。燃え上げ、愛と平和の大地。ここは私が始末をつける。ギャラクシアンエクスプロージョン。ギャラクシアンエクスプロージョン。今こそ受けてみろ。これがドラゴン最大の奥義。完璧な死を与えてやる。いざ参る。受けてみろ。受けてみよう。まさに敵です。念動力、行け。コスモよ、行くぞ。ギャラクシアンエクスプロージョン。燃え上がれ我がコスモ。お前ごときの力などこのサガには通用せん。
ラダマンティスはしばらく足止めしたぜ。オルフェ、何をぼさっとしてるんだ。冥王が、僕のと同じペンダント、しかもあの顔、シュンとそっくりだ。あれこれ考えている暇はない。勝機はただこの一瞬。くらえ、ストリンガーフィーレン。出すなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスの目を覚まさせろ。誰が、セイヤ、僕もろともラダマンティスを倒せ。ためらうな。この傷では僕はどうせもう助からない。急いでラダマンティスを倒さないと。その腹積もりなら俺がこのまま殺してやるわ。せいや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス、
流星剣。セイヤ、アテナを頼む。オルフェはもうこのことを戦いのためなんかに使わなくていいんだね。これからは星になって愛の歌だけを奏でるといい。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス、お前は不死身か。多少力が上がったからといって、お前らごときのひよっこの剣などこの俺に通用するか。さあ、お前たちもオルフェの後を追うがいい。受けてみよう。まだ骨折です。ここは任せて。コスモよ、これが愛です。させませんよ。行くぞ。燃え上がれ我がコスモ。ギャラクシアンエクスプロージョン。受けてみろ。燃えろ昇竜のごとく。俺のコスモよ。覚悟なさい。生存祈願念動力。行け。チェーンコスモよ。ネビラ。させませんよ。ここは私が始末をつける。このジェミニ最大の剣。うわあ。受けてみろ。ドラゴンフォスポラス。その程度でこの私を全力であなたを撃つ。念動力。ここは任せて。させませんよ。愛と平和の大地。えい。ここは私が始末を。ギャラクシアンエクスプロージョン。でブロックセンス。星雲祈願。行くぞ。やっ。いっと。それ。させませんよ。はっ。行くぞ。燃え上がれ我がコスモ。燃え上がれ我がコスモ。死に耐えろ。ローザン百流派。エボリューション。覚悟なさい。我がコスモ。行くぞ。トン。コスモよ、愛と平和の大地。ここは私が始末を。ギャラクシアンエクスプロージョン。コクーンガード、ここは私が始末をつける。燃え上がれ我がコスモ。フィアー。くらえ。くらえ。これで最後よ。全力であなたを撃つ。念動力。いくぞ。ギャラクシアンエクスプロージョン。くらえ。引き下がるという選択肢はない。全力であなたを撃つ。行くぞ。念動力。ここは私が始末をつける。このジェミニ最大の剣。もう時間がない。消えろ。さ、今こそ受けてみろ。これがドラゴン最大の奥義。うわ仕方がないやつだ。ギャラクシアンエクスプロージョン。思い知るがいい、自分の弱さを。
待ちなさい、ラダマンティス。世は戦いを好まぬ。控えよ。何、姿形だけでなく声さえもハーデス様そのものとは。たまたま顔が似てい、控えよと言っておるのがわからんか、ラダマンティス。この威厳、この神聖さはとても人間ごときで真似できるものではない。シム、確かにまるで人が変わったような。ペガサスのセインとかブレーである、世の体に触れようとは。これは旬じゃない。間違いない。しかし違う、ここにいるのは旬だ。俺たちの仲間で一騎の弟。戦いが嫌いで誰よりも心優しいあの旬だ。そうだろう。ハーデス、シュンがハーデスになっただと。まさかそんなことがあるわけないだろう。ひらめけ、我がコスモよ。